変わり者揃いのスーパーカー界でも地図得たほどユニークな存在はない。1980年代初め、テクノ音楽家ジョルジョ・モルダーとアメリカでランボルギーニの販売店を経営していた資産家クラウディオ・ザンポーリが、まだ誰も見たことがないようなスーパーカーを作ろうと手を組んだのがことの始まり。凝ったメカニズムで圧倒的に速く、デザインも内装も空前絶後の車が彼らの夢だった。その計画にランボルギーニ・カウンタックやランチア・ストラトスで知られるデザイナーマルチェロ・ガンディーニが加わったのだから、平凡な車ができるわけがない。1988年、いよいよ完成したチゼータ V16T に世界が腰を抜かした。最大の特徴はエンジンにあり、 V16T の名前もそこに由来する。 V 型16気筒のエンジンをミッドシップに横置きしていたのだ。つまりエンジンの幅がボディの幅、パワーはその真ん中から取り出され、後ろのギアボックスに伝達される。こんな形になったのは、白紙からエンジンを開発するコストとリスクを回避して、ランボルギーニ裏っ子の V8 を背中合わせに2機組み合わせた結果だった。だから排気量も2倍の6リットルで、最高出力568馬力を叩き出し、最高時速は328キロと発表された。ピレリ製のタイヤはリアが 335-35ZR17 などというサイズ、当時見たこともない極太だった。ようやく販売の見通しが開けた頃、世界の景気が後退し、イタリア・モデナでの生産は暗雲に覆われてしまったかに見えた。しかしチゼータは2003年アメリカに会社を移し、V16T の受注生産などを行っている。